印鑑登録証明書の交付申請書です。マイナンバーカードの提示でも申請可能と印字されています。自動車の購入や不動産登記などに必要な印鑑登録証明書、仙台市では取得する際、コンビニなどのマルチコピー機ではマイナンバーカードを使える一方、窓口では使うことができず、市民から改善を求める声が上がっていました。使用できないのは1977年制定の印鑑条例に規定がないのが原因で、3月に TBC ニュースディグのコーナーでこの問題を指摘。その後、10月の市議会で印鑑条例の改正案が可決されていました。ご不便をおかけしておりましたが、マイナンバーカードをお持ちであればそちらで対応することが今日からできるようになりましたので、その場合は窓口の方にお申し付けいただければと思います。仙台市の改正印鑑条例は今日施行されました。これにより印鑑登録証を忘れた場合やマルチコピー機が使えない場合でも、窓口でマイナンバーカードを提示し暗証番号を入力すれば発行が可能となりました。知らなかったです。それはとても便利だと思います。一回家に帰って印鑑登録証を持ってこないとできなかったですね。マイナンバーカードによる窓口での印鑑登録証明書の発行は本人による申請に限り行うことができます。